こんにちは、竹内純一郎です、音声ちゃんと取れてるかな一回取れてない時あったんですごい心配です。よかった今日はの、日本歴史文化研究協の、国防講座ということで、まあ、軽くレジュメを作ってきたんですが、前回はなんと大法律令までっていう恐ろしい状況になりましたから今日もちゃんと、まあ、現在のね、不審船の問題も含めて、語ればいいかなと思ったんです。で、実はですね、大法律令以降日本は内戦が多かったんですが、内戦あったんですが、平安時代っていうことで考えると一つだけ、これだけは押さえておいてください。平安時代は実は死刑がなかったです。戦争以外で殺しはありましたが、死刑がなかったんです。平安時代以降はだいたい貴族は流罪です。ね、貴族は流罪です。ですから平安時代以降はほとんど、内戦だけだったんです。一回トイの入港というのはありましたが、トイの入港があったという程度だけで、ほとんど内戦だけです。坂の上田村麻呂の蝦夷討伐ぐらいですか。内戦ですよね、これも。ある意味は蝦夷といってもやっぱり日本人ですから、内戦と見ていいでしょう。ということで、そうですね、その後は保元の乱まで死刑がなかったです。保元平治の乱まで、源平合戦まで死刑はなかったということで、平安時代だったんです、実は。だから平安の世というふうにイメージしてください。そしてその、内戦がなかったということを、内戦以外はなかったっていうことはポイントになってくるんで、平安時代は。そうですね、軍事学的な知識としては征夷大将軍、これ一体何なのかっていうと、蝦夷征伐のための大将軍です。で、坂の上田村麻呂が初代っていうふうに思ってる人は多いんですが、実は坂の上田村麻呂は2代目です。初代征夷大将軍は大友の乙麻呂という人です。これ覚えなくてもいいと思うんですけど、書いておきますね。弟麻呂って書くんですが、僕ちょっと字が下手になってますね。大友の乙麻呂っていうのは初代です。二代目が坂の上の田村麻呂。こっちは初代で、二代目です、坂の上田村麻呂。なんでこうなったかというと単純です。大友一族です。坂の上氏は坂の上ですよね。大友は大君のお供って意味なんです。これ名字が、名字に意味があるんです。大君のお供って意味なんです。前回物の部氏を物の部と呼んで、物の部、武士のことを物の部って呼ぶ。武士って書いてなんで物の部って呼ぶのってわけわかんないじゃないですか。あれは物の部から取ってるんですが、大友は大君、天皇のお供、天皇支援大将の名前です。だから将軍は、初代征夷大将軍は大友一族じゃないとダメなんです。で、実はその時坂の上田村麻呂は副将軍です。副将軍だったんです。なんで坂の上田村麻呂が副将軍になったかというと、先祖は大和の
綾の値駒、紫春天皇を殺した犯人です。先祖は天皇を殺したことあるんです。だから初代征夷大将軍になれなかったんです。実は先祖は天皇を殺したことある人なんですよ。紫春天皇を殺してしまいました。大和の怪しいです。で名前を変えて坂の上という名前に変えたんです。ということで将軍には西国書になれなかったんです。で大将軍っていうのは一体何か。征夷大将軍、これポイントはどこにあるかというとね、大という字なんです。時先生なんでですかって、昔予備校時代聞かれました。なんでなんでしょう、なんででしょうかね。実はですね、中国でもどこでもいいんですが、将軍っていうのはね、部隊を持ったすごい偉いさんですよ。将軍さんっていうのは何人かいるわけですよね。日本では少将、中将、大将だったら将軍です。旧軍隊でも。でも征夷大将軍というのはこの時代は一人しかいないんです。皆さんイメージ的に源頼朝が征夷大将軍になったというイメージがあるじゃないですか。まあ鎌倉幕府の源頼朝が征夷大将軍になった時、蝦夷なんていましたか。いないんですよ。奥州兵罰をした1190に奥州征伐してるんですが、蝦夷なんていないんですよ。全部蝦夷なんかいないのに征夷大将軍を狙ったんですよ。なぜか征夷大将軍は戦争中は天皇の命令を無視していいという特権があるんです。だからみんな征夷大将軍になりたがるんです。征夷大将軍というのは天皇の命令を無視できるんです。中国でもそうです。大将軍の位を持った人間は中国皇帝の命令も無視できるんです。だから日本には大将軍ってつくのは征夷大将軍しかなかったから、それでどうしても大将軍になりたかったんです。蝦夷なんか存在しないのに征夷大将軍の官位を求めたのはそのためです。ずっとなれなかったんです。後白河法皇が生きてたからです。なぜ頼朝が1位いい国作ろう鎌倉幕府の時にようやく征夷大将軍になれたかったのは、なれたのは後白河法皇が死んだからです。そこでようやくなれたんです。征夷大将軍の地位を、得るっていうのはどういうことかというと、天皇の命令も無視できる独裁政権です。まあ常時戒厳令下におけるような世界です。法律的にこれは法学的にそうなんです。で代々征夷大将軍が力を握ってきたのはそのためです。まあ鎌倉時代はね、執権とかが権力を握りました。征夷大将軍は形だけ親王を将軍にしたりとかね、藤原氏を将軍にしたりとかしましたけど、実は征夷大将軍というのは天皇の命令を無視できるという特権があるんです。その圧倒的な治外法権は圧倒的です。この大将軍というのが、ポイントになってきます。中世では。だから徳川幕府も代々大将軍、征夷大将軍になるということなんですね。それが征夷大将軍の特権中の特権です。まあ天皇はどちらかというと国体、祭祀、神事ですね、
を重んじて生きてきました。そしてまあ実際の政治は征夷大将軍がやる幕府というものは持つ。大将軍は幕府を持てます。幕府というのは幕の中にある役所って意味ですよ。戦争中、皆さん、戦争中の戦国時代とか見てもみんな軍人たちで幕の中に座ってませんか？あれと同じです。征夷大将軍は移動するから幕の中にいるんです。幕の中がそのまま役所になるんです。それを幕府というんです。だから幕府ってのはどっかの館のことを言うんじゃないんです。幕府というのは常に移動します。征夷大将軍がいるところを幕府というんです。移動します。まあ今の自衛隊でもなんとか駐屯地って言うでしょう。あれは移動するからです。駐屯地は移動します。師団本部は移動しませんけど、戦うときは駐屯地は移動するわけです。まあまだ日本は有事になってませんけど移動します、必ず。ということで、そういった中でまあ国防について一番大きな状況が起こったのが元寇です。室町時代の、鎌倉時代の元寇です。こちらに書いてますが、これは半端じゃないですよ皆さん。元寇は2行下にワールシュタットヨーロッパ連合軍と書いてますよね。元軍っていうのはモンゴル軍です。モンゴル人です。このモンゴル人が日本に攻めてきたんですよ。正直言います、このモンゴル人たちは大陸を席巻し、ヨーロッパ連合軍を倒してます。今で言うと EU 連合軍を全部倒したんです。ヨーロッパ連合軍を倒します。ワールシュタットの戦いにおいてスペイン国王はこの時死んでます。戦死してます。イギリス女王はスペイン国王が死ぬなんてって発狂しそうになりっぱなしです。それが現実、最強です。ワールシュタットの戦い、ワールシュタットってどこにあるんだろうと、中学校1年生の時に、世界史の先生に聞きました。先生、ワールシュタットっていうのはどこにあるんですか？名前的にはドイツ語のようですがって聞いたら、先生は言いました。武市、ワールシュタットっていうのは地名ではない。ワールシュタットというのは死体の山って意味だって。死体を全部山のように積み上げたんです。モンゴル人は死体の山の戦いって意味だったんです。ワールっていうのは死体ってことです。シュタットは山ってことです。それまで強かったんです。なんでそんなに強いのか謎ですと思うんですが、実際日本人は戦ってますから。健康において、まあモンゴルの強さの一つは馬と羊をいっぱい連れて行って、あと集団戦法です。複数人戦うってことです。ね、羊というとジンギスカンって呼ばれるぐらいですから、それも連れて行ったと。で、馬は戦いの時の戦車に当たりますから、馬は食わなかったようですが、羊も連れて行った。で、第1回の元寇の時に何が起こったかというと、こちらはもうはっきりしてるんですが、
日本がですね、刀抜いて、我は清和天皇子孫、信良三郎義満の孫、平賀森吉が一子、大内四郎吉浜だねって叫ぶわけです。そうやって叫ぶんですが、元軍は違うんです。一騎打ちじゃないんです。周りを4人ぐらいで取り囲んで、ぐざ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 って叫んでいくんです。日本は吉野ぐらいにって叫んだ時に、周りに 4,5 人が囲んでぐざって支えて、卑怯なりって倒れていく。それは誰が気づくわ。